まあ、指先の視力をしているのでなかなか血が出ないということがあります、その血の出ない指をなんとか血を出そうと言って考えたのが、みんなで考えたのがこのモールです。モール、ビュンビュンしてますけど、このモールを、指先にこうくるっと巻きつけてギュッと結構きつめに縛るんですね。そうすると、まあ、表面静脈通ってますから、そこを押さえて中の動脈は、まあ、血液がこう通るわけですね。一番視力しにくい関係の足の親指、これきつく巻いて出すと出る人もいます。巻くとすごく出るという人でも、巻いても出ないという人もいます。その時はもうガンガンに温めるしかないかもしれません。